45分や、うん、はい、これを10分で撮りましょうか。はい、はい、で次回、あ、そしたら今回ですね、ちょっとさっき少し関連するかも分かりませんけども、うん、まあ、英語力ですね。久しぶりにこれやるからな、綺麗な英語力ね、はいはい、語学力ですか、語学力ね、はい、これはまあ大事だと思うので、うん、お先ほどね、うん、もう英語しか話せないレストランだったら面白いなと、面白いよね、うん、でも具体的にね、ちょっとだからそれもある意味、うん、あれですから、今ね、まあ、大阪とか地方、大阪も地方なんでね、地方に関しては食べ物屋さん、いわゆる飲食店に関してもまだ王道ですわ。王道っていうのは料理が美味しいとか、うん、ね、サービスが、まあ、まあそこそこね、うん、そんな極端にサービスしてもらわないで、ちゃんとしたそこそこのことやってるっていうのは、やっぱり料理が美味しいが王道なんですよ。あと値段、価格帯ね、地方の話よ。でも俺東京行かんけど、うん、首都圏なんかはもうやっぱ飽和状態や飲食店、ね、でしょ、うん、ほんでやっぱある程度どうエンターテインメント性みたいなのがいいわけよ。そんな感じでしょ、はい、で食べ物だけじゃありませんと、うん、空間を楽しむとか何かこう、うん、エンターテインメント的なディズニーランドじゃないけど、うん、そういうこと要求されるわけですよ、うん、もう飽和状態になるとみんな飽きてしまってるから、うん、だから一応おもろいのは日本語全然喋らんっていうのも店員がメニューも一切日本語ないんで、これある意味エンターテインメント、うん、外国に行ったような感じになれると、うん、思わん？いや、そう、面白いのもあるんですね。でしょ？面白いの。でもそれ本業でやったらあかんよ、絶対失敗するから、うん、遊び、まあかんかったら2月ぐらいで閉めますぐらいの、うん、ああそうか、ネパールあかんかったら次はタガログ語にするかとか、うん、ほんでタガログ語はなんだ、今度はアフリカのスワヒリ語にするかとかね、うんまあちょっと難しいかもしれない。まあ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 面白い、 まず英語やね、英語やないかな、でそれ大事だと思うんで、ある意味冗談で言ってるけど、うそうやって英語しかない話せないようなお店なんかがあると、それ英語勉強できるやん実際。うん、そうでしょ、そうやね、で片言の英語や、東南アジアの人やったら、店員さんが東南アジアの人やったらもっと最後片言やから、片言や、ね、分かりやすいんや、スローな英語でね、と思うけどな。ほんで何今日で、まあそういった英今だから英語力ね、松田さんはどんな感じで、勉強してきたんですか。もう勉強したことない。勉強してない、うん、もう小学校、中学校、高校とかもうひどいもんよ、ひどいもん、うん、1,2,3,4,5,5 段階で1とか、うん、全く英語なんか勉強してない、うん、現場やね、現場っていうかね、もう話すのはそらあるよ、うん、外国人だね、一緒にあちゃこちゃ行くわけですから、うん、いやけどやっぱり E メールがね、うん、毎日はひたすら、はいはいはい、1日やっぱ多い時言ったら 7,80 件ぐらい問い合わせ来るわけですよ、うん、ずひたすら英語でやってるから、ほんで最近俺医療系の方の仕事は日本語でしょメール、うん、めっちゃ時間かかんねん日本語のメールって。ああそう、多いん打つ量が、今は一文字お世話になります、うん、おーって歌ペット出てくるけど、うん、それでも文字が多いんですよ数が、うんうん、英語ってねそんな時間かからんのよ文章そのものが、わかるわかる。で英語の話で今日は何を、うん、言いたいの今日は。いや授業には英語が必要かなと、うん、うん、絶対よ、うん、だから今ね今後、まあ、日本だけじゃなくてね、うん、海外をマーケット、東南アジアをマーケットにしていくんだったらやっぱり、英語は必要やし、うん、でそういう意味でまあ英語だけのねレストランとかいうのもまあ、うん、やるか一回ここ終わったら。そうやね、金出す、何をするんですか。いや食べ物屋するから、食べ物屋、うん、インド料理とか、うん、いや好きです、インドから始めてしょっちゅう帰ったよね、うん、この間までインドやったのになんかいきなりなんかタイ料理になってるぞみたいなのがしょっちゅうしょっちゅう帰って、うん、遊び場は英語でやりましょうな遊び場、俺も次回から英語でやりましょうか、これこれ、うん、これ英語ですよ私もよう分かりませんけどもな、何話してるかよう分からん今日は。で要は英語で現場で慣れるということが大事なんでしょ。そうやな、仕事でもこうね、うん、E メールでも、うん、そうそう、それを習慣にしとったらずっとやっとったら、
もう話す言葉って決まってんのよ、うん、もうそんな突拍子もないことないよ、突然話するわけじゃ、あなたね、もう今日の動画で一番大事なことは、日本語むちゃくちゃ難しいで、ほんまに俺らが難しい思てんねんから、外国人なんかもっと難しい思てるわ、うん、あの行政関係の書類なんか見てみ、これ何やみたいな、もう意味、俺なんかほらやっぱり医療のあれっちゃうから、厚生局なんか厚生労働省なんかよくよう来るわけよ、うん、ね、これ何書いとんねんっていうの、うん、もうムカつくぐらいわけわからん文章やで、で、なんで何々等ってつけ、等などわかる、うん、どんな文章でもなどってついたの、うん、あれ逃げ道ね、知ってるでしょ、うん、知ってる、英語で ETC ですわ、うん、などやってましたね、おー何がなどやねん、どう捉えろ言うねんこれみたいな文章ばっかりよ、ほんまに、でも結局はもう解釈、うん、解釈の相違やとかいう、あ、わけのわからん話になってくんね、うん、日本の行政関係なんてあ最近あれその見てないでしょ、いや、まあ、でもあの登記とかね、あんなも知れてるわ、その辺の地方公務員のな、地方公務員の役所レベルとあんな文章ちゃうわ、もうほんまの、や、え、中央省庁から来るやつなんか、もう何やこれみたいな、あ、意味がわからんわ、でも一番大事なところ、もっと簡単にせえと、日本語、アホみたいな、だから英語の方がやな、文章英語やったらむちゃくちゃ楽やから、わかりやすいのに、そやろ、そうだね、日本語ってむちゃくちゃ難しいんよ、アホみたいな文章つけやがって、クソ役人が、うん、まあ、この間なんか俺の大嫌いクソ役に、楽天の社長がね、うん、もう今社内の言語は全部英語らしいですね、ああ、ええと思う、うん、ですだからもう、まあ、生き残ってというかどんどん上がってきたの、それが一番やと、うん、っていうかやっぱりほんまにね、まあ、いつものビジネスのちゃんとした話に今日戻るとやっぱスピード速いでしょ、うん、で改革っていうかその変えるっていうことを大胆やば、あの伸びてる会社ってスピードせよ、とにかくスピードが速いし、人がやってないことをやる、一番大事ね、スピード、人のやってないことをやる、まあだから決断力ですわ、で実行力ですわ、このスピードと大胆さですわ、ただやっぱりでもその分だけやっぱり経営に関してはドライよ、ある意味社長というよりは投資家とかオーナーっていうイメージですわ、やっぱりね、でしょ、だからドライなんですよ、うんうん、であかん方すぐ切って次行くし、うん、基本的にビジネスってそんなもんなんで、うん、でしょ、うん、一生同じことより同じことをずっとやり続けたって無理なんで、うん、不動産屋みたいな、不動産屋なんか今だよ、ね、不動産屋なんかずっと同じことやってるから、あ、そうですか、昔と全然変わらんことやってますわ、うん、古いんよ、うん、不動産屋、あと大家ね地主大家、もう古いよ、やっぱやってること、お客様として見てないんで、うん、田中さんもね、田中さん入居者さんとか、だからそういうところはやっぱ大家でもしんどくなっていく、いや本当に、ただいらっしゃいます、ありがとうございましたっていう、そういうことがサービスとしてお客様にないだけで、やっぱ大家さんっていうのもやっぱりその住む人のことを考えてね、あのリフォームしたり便利に作っていかないと、もう入居者さんもつかないよ今、だからある意味違う畑のところから、やっぱり僕なんか今不動産やってるけど、違う畑の人らがそれやりだすとやっぱり一気に変わるわ、うん、変わるというか変わらね、うん、視点が本当サービス業の視点で見るんで、文化違うからね、お客さんに喜んでもらおうという視点で見る、うん、医療も一緒、うん、昔の先生なんかあれへん、お殿様みたいな、うん、見たのかぐらいのレベル、こんなんじゃもう無理なんよ、ある意味そうでしょ、サービス業だからね、そうよ、だからサービス業として何事も取れると目線が全然変わってくると、今日の大事なところもね、うん、全部全部、うん、だから一応本当大事だと思うね、うん、英語の話がだいぶそれだけど、うん、ここで終わるか、そうだね、はい、了解です、これまで、はい、はい。